おはようございます。今日はワンマンライブ当日です。メンバーが来ました。おはようございます。おはようございます。頑張りましょう。頑張ろうね。めっちゃ緊張してますが頑張りたいと思います。僕大ゴンチャ気合十分です。頑張ります。おはようございます。おはようございます。ワクワクドキドキ緊張してます。頑張ろうね。どうしようかな。すごい。本日のケータリングです。こちらは大公園さんですかね。新宿の。おはよう。かっこいい。今日もおはようございます。おはよう。今日めっちゃかっこいい、ね、今日はですねちょっと気合を入れさせていただきまして、ね、気合が違う顔がする。顔で伝わる。すべての神々に感謝し、おとりこ。おはよう。どうですか本番当日ですよ。立島さん、まあ一回一旦寝て。一旦寝るね。一旦寝るよね。一旦寝て頑張ろうね。そう、自販機の頑張ります。おはようございます。おはようございます。これでさどうですか。ワクワクしてます。ワクワクしてます。一言ください。一言。今日は、うん、あの最高に、うん、最高の、うん、最強で、うん、いい曲をいっぱい持ってきたので、はい、ぜひ楽しんでいきましょう。おはようございます。どうですか今のご心境は。楽しみ。楽しみ。まだステージも見えてないから。確かに緊張ですね。はい、楽しもうね。カフェってどこですか。アイサーです。いただきたい。ラスボーロだ。展開しちゃってほしいです。美味しい。おもろ。ここのラップ好きなんで。くぐっちゃ困る。それ違う。イエーイ。いやなんか思ったよりな何もなんかそれって別に悪いことじゃないなとも思いながら、中年もなんかねいつかまあ何でもなかったなみたいな、1周年なんて何でもなかったなみたいなぐらいに今後もね頑張っていけるなんか節目に今日ができればなと思います。イエイイエイ。一番真面目なコメントいただきます。つけてみたいね。つけるんだ。3,4,5,6 7とかじゃない。え、じゃあここスタートでマイク番号順くらいじゃダメなの。お前天才か。天才か。お前天才か。グーじゃんけんほい。あいこでしょ。あいこでしょ。誰かパーあいこでしょ。あいこでしょ。マイク順番号でいい。あいこでしょ。あいこでしょ。今から会場に行きまーす。キョエブキやばすごい。うざ。こんな広い。キシカワル。キシカワル。光る24。あ、かわいいかも。俺の次にね。あー、かわいい。怖い。お前、何かと決まってんね。あー、なーこの子かかわいい。すごいね。緊張緊張。ギャンバロギャンバロ。なんか今日大塚といる時間多いな。多いね。ね。朝からずっと。朝からずっと。やだかも。は？は？ステージ上でも隣だからね。あ、かわいい。隣だからね。隣だからするんで。メイクしまーす、はい。今回、新しく仲間になったグッズたちでーす。ぜひ、これもゲットしてみてくださーい。よし、残り3分、行こうか。はい。裏から、袖付けといて。はい、今から、リハーサル行きまーす。でかいよ。本当はでかいやつ。はい、どう。でかいよ。ありがとう。いただきます。いただきます。うわー綺麗。綺麗ですね。はい、ということで今から頑張りたいと思います。リハーサル終了しました。見てこの汗、ちゃんと汗かいちゃった。いや全然汗かかなかったわ。どうも頑張りましょう。準備します。
メイク仕上がってきました。イエーイ、顔がかっこよくなりました。こっからかっけえよ。かっけえなお前。出だしたらいいかわいい。似合うよ。これ素敵です。ハルトさんにやっていただきました。ハルトさんさすがです。ビジュアルが今日もしっかりと整えてもらってます。皆様うるさい年上。ポイントはよく見るとハゲ。やめなよ。俺は最近緊張してる。正直ちっともしてませんね。もうちょっとだけ実感を明かしてこようって感じ。もうちょっとだけ緊張してもらってもいい？もし緊張してる？俺、うん、めっちゃ緊張してます。しいよいよパパパパパパ時間が飛んで。緊張しまーす。はい、ということでついに来ましたサードワンマライブ。僕たちの結成1年、その記念すべきにこうやってライブできることを本当に嬉しく思います。はい、本当に1年ですよ。まあ、こうして7人でここに立てていること本当に当たり前のことではないと思うので、今日一日最高に楽しんでお客さん盛り上げて楽しんでいきましょう。準備ですか？はい、Let's go! 明かり本番オーバー。はい、いよいよ本番です。頑張っていきたいと思います。頑張るね。バンライブありがとうございました。終わったよみんな。本当にたくさんの方々ありがとうございました。ありがとうございました。はい、僕たち夏もっともっと駆け抜けていくので、これからも全部全部楽しんでいきましょう。さあ特典会、今から特典会です。いや大阪に行くっすよ。レッツゴー。はじめまして、サードワンマーライブに皆様お越しくださいました。ありがとうございました。たくさん来てくださったおかげでとっても楽しい時間になりました。イエーイ。次は8月15日なんですけれども、大阪と名古屋で初のね、ワンマンライブも、ワンマンライブにもぜひ遊びに来てください。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。